ブータンの文化。ブータンの文化では、ブータンの生活文化について記す。チベット系住民の民族衣装が、ブータンの民族衣装と規定されている。男性用は、語、女性用は、キラと呼ばれる。ブータンは、1989年より、日常儀として、公の場での民族衣装の着用を国民義務付けた国としても有名である。公の場とは、公的機関。 ゾーンや役所など、寺院、学校、公式集会、公式行事をその範囲としているが、近年その解釈が厳格になり、現在は自宅以外の場所として認識されている。違反した場合の罰則規定もある。警察、軍などの制服職、外国人、ネパール系住民、固有の衣装を持つ少数民族はその限りではないが、無用のトラブルを避けるため着用せざるを得ない人も、 多い。公務員は、職務中、いずれの民族であれ、民族衣装着用が義務付けられる。語は、チベットの民族衣装地は、日本の単純やドテラなどとも形状が類似している。このため、日本では語服、もしくは和服と、語の起源を、言葉の類似から同一視する俗説があるが、語の起源は、中央アジアだとされること。語服の名称は、クレマ。 鳥からできた言葉であることなどを考慮すると、両者は名称の偶然の類似でしかない。着用時は、体の正面で布を合わせ、託し上げた状態で帯をきつく締めるため、胴回りに空間ができる。携帯品をこの空間に収める。清掃の場合、語の上にカムニと呼ばれるスカーフをまとう。スカーフの色は身分によって分かれており、一般市民は白、大臣クラスで濃いオレンジ。 国王はサフラン色と決められている。キラは三枚の布をつなぎ合わせた大きな布をカニの状態で肩の部分をコマという留め具で固定する形で着用する。ブータン人は気道楽とも言われ余裕のある人々は衣装や装飾品に糸目をつけないことでも知られる。近年日常儀としての機械織りも普及してきたが伝統的な手織の売りの織物は現在でも珍重されている。小屋 キラは織物で有名なクルテ地方、タシガン地方、カリンなどの東部で生産されるキシュタラ、ベンチマタ、ルンセルマなどの絹織物を使って作られる。野生ギヌ、ブラを使った織物も有名。祭りの晴れ着などを有名産地や織子にこだわって、個人的にオーダーする人も多い。寒冷なブムタン地方では、ヤタと呼ばれる、毛織物も有名である。北西部のラヤルナナの遊牧民や 南部のロップといった少数民族は固有の民族衣装を持っている。民族衣装着用規定はこれらの民族衣装の着用を認めているが、自身の民族衣装を恥ずかしく感じる場合も多く、街に出てくる際は、小屋、キラの着用を好む。ブータンの主食は、米で特に赤米を好む。調理は、ゆどり法である。標高の高いブータン地方では、蕎麦栽培も盛んだが、 古い時代から低地のモンガル地方との関係を持ち、米食を維持している。平均的な男性で1日に 1kg の米を食べると言われている。ブータン料理で特筆すべきは唐辛子、エマの多様である。これを香辛料ではなく野菜として大量に食べる。このため世界で一番辛い料理だと表現されることもある。 外国人が辛さに弱いことをブータン人は理解しており、観光客用の食事は辛さを抑えたものとなっているのが普通である。また、乳製品も豊富に使われ、カッテージチーズに近い脱やバターも多用される。これら二つの要素を合わせた料理は脱料理と呼ばれる。商用樹林機構にあるブータンではキノコ、シャモも主要な食材である。日本人が珍重する。 松茸、三下車もも手に入るが、香りが薄く輸入量は少ない。代表的な料理は、エマダツイ、唐辛子とチーズの煮込み、ケワダツイ、ジャガイモと唐辛子の煮込み、パクシャパー、豚肉と唐辛子の煮込み、イズイ、唐辛子とチーズをあえた、サラダ、桃、チベット風餃子など、ブムタン地方の郷土料理として、そば粉を使った押し出し麺、プタやパンケーキ、 車がある。茶受け菓子としては、ザウ、イビゴメ、シプ、ベーを潰して乾燥させたもの、ゲザシプ、トウモロコシを潰して乾燥させたものなどがあり、バター茶やミルクティーと共に愛好される。このような食文化は遊牧民的な生活スタイルと農耕民的な生活スタイルが融合したものだと考える学者もいる。最近はインド料理、西洋料理の影響を受け、 ブータンの食材をアレンジした新しい料理がホテルを中心として登場している。酒は総称をちゃんと言い、大麦、米、トウモロコシ、アマランサスなどを使用する。自家醸造は許可されているが、販売はできない。酒の醸造は麹、ポップを持ち、スターターはシダの葉のものと藁ラのものとがある。主に発酵酒のシンちゃんと上流酒のアラがある。特に東部地方では、 アラが上院されることで有名である。茶は国民飲料というほど普及しており、チベット文化の影響を受けた伝統的なスージャ、バター茶が定番であるが、最近はインドの影響を受けた甘いガジャ、ミルクティーも好まれる。コーヒーやソフトドリンクも存在しているが限られた範囲に止まっている。ドマと呼ばれる覚醒作用のある嗜好品が老若男女を問わず人気がある。 ン馬の葉で、ー老樹の実を石灰と一緒に包み、口の中で、ゆっくりと噛み砕いていくもので、広く東南アジア一帯に分布しているものと同様の、ものである。噛む際に出る唾液が赤く染まり、その唾を吐き捨てた赤いシミが、街路の至るところに残っている。一時期は若者を中心に、タバコへと嗜好品の関心が移りつつあったが、 禁煙国家宣言以降は再びドマをたしなむ人が増えている。伝統的な儀式ではドマは欠かせないものであり、それを収納する銀製容器も工芸品として人気が高い。宗教的な面から喫煙は禁忌とされており、2004年には禁煙国家を宣言するなどの動きがあり、2004年12月17日より、タバコの製造販売が全面禁止となり、ブータン国内で 購入不可となった。ただし、観光客は、ブータン国外からのタバコ持ち込みは1カートンまで可能となっており、その際に関税と物品税それぞれ100%かかる状態となっている。街中の至るところに、中に経が収められた、円柱状の代償様々な、マニ社が存在しており、1回転させればその経を読んだのと同じく読があると、されている。 ブータンの有名な祭りとして、グルリンポチェの奇跡が、ブータン劇の各月10日に起きたことにちなんだ、セチュ、ゾンカゴで、10日の意と呼ばれる祭りがある。セチュは、各地の寺院、僧院、ゾンなどで年に一度開催されるが、行われる月はまちまちであるため、一年を通じて、国内のどこかで見ることができる。特に春の、パロセチュ、秋の、ティンプルセチュは有名で、国内外から、 観光客が殺到する。接種では、チャムと呼ばれる宗教的な仮面舞踏が披露される。この舞踏は、グルリンポチェの生涯を描いたもので、ブータンでは、接種に参加し、チャムを見ることで屈徳を積み、恩恵を受けて、罪を洗い流すことが良いとされている。舞踊の他には地域ごとの特色豊かな舞踊や、同家による寸劇、あちゃらなどの余興が行われるほか、 トンドルと呼ばれる巨大な仏画が開帳されることもある。トンドルはアップリケ状の巨大なもので目にするだけでネハンに成仏できると信じられている。ブータン球術は正式名を脱ェと称し国技として人気の高い競技である。弓は樹、ヤワダと呼ぶ。競技は数名を一組として二組の対抗戦として100メートルほど 離れた的を狙う形式で行われる。矢が的に命中すると、祝いの歌と踊りを一しきり行うなど、時間を気にせずにゆったりと進めるため、正式な試合は数日を要することもある。弓は、伝統的なものは2本の竹の棒をつなぎ合わせて、両端に弦を張った状態でまっすぐになるように作られている。現在は、要求が普及している。他に、ブータン独自の大義が、 ブータンズモとして知られている。2008年の国王戴冠式の記念式典で披露され、日本のテレビ番組でも紹介された。2000年代以降、サッカーの人気が高まっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。